またお風呂入りました。いやー、痰が出たがいっぱい。しかも喋る痰やったって。はぁ、びっくりした。その前言ったでしょ、その、霊っていうのはその、周波数そのものかな。だから、喋れるの。人間から出てきた、出たその声も、実は声って霊なので、周波数なので、要するに。霊イコール周波数。ね。声は周波数が、声は霊。だから霊は喋れるっていうか、その、喋ってる声が霊なんです。わかりやすいでしょ。さて、じゃあ、パクトラカイは、犬肉、どこの子に言ってたでしょ。食ってるんちゃう西浦、大事に西浦。犬どころか猫も。そういうのはね、猫が行方不明になることが多いの。西浦店で。それ食ってるんちゃう。西浦のパパは猫を食うてるって、自分でも言ってるみたいし、近所の人も言ってるけど、だそこで、まあ、昔、西浦の子で働いてた人の話も、ね、まあ、難しい。猫が、なかなか難しい。多分、食うとんねん。西浦のおっさんがね。うちの猫も行方不明になったことは、まあ、何人か行くのね。ひょっとしたら壊れたかもしれないし、西浦。だからさっき言った目つきっていうのはね、まあ、カラコン入れる場合もあるけど、大きな時はね。それは肉食動物食ったらあんな目になるわ。うん。喧嘩やからそういう肉食動物を補充してたんじゃん実行し。遊牧民って基本肉食わへんから、パクとか竜とか、まあ、ヤマト民族は遊牧民。ヤンボは遊牧民がね、切ったんじゃん、真中。真の始皇帝の軍団も、その真の始皇帝の部隊は遊牧民だったんですよ。あとはペルシャのね、攻略をね、これだったんだけどね。で、結局その、遊牧民は、ミルクがね、母乳ね、草食動物の母乳は、まあ、飲んだら B 型になる、血液型ね。なんでか草食動物の血液型が B 型やからやな。で、そしたら、まあ、羊っぽくなって、それを防ぐために、肉は、その、どちらかというと、肉食動物。今、犬を潰してくれたのが、だって、羊はもう、すごい大事な商品。まあ、犬も、その商品も大事な資産やろうけど。だから、遊牧民っていうのは、その、そういう肉食動物を食うっていう意味においては強かったと思うよ。ただ、その、狩りじゃないからね、食うと。狩りして倒してくるわけじゃないから。だから、本当に一対一の戦いでは私たち主要民族の末裔から見たら弱いよね、その遊牧民の末裔はね。農耕民族はまた違う戦いの仕方するから、それはまあ、うちらはちょっと苦手。むしろ農耕民族の方が喧嘩しにくいと。なんか喧嘩したら悪くなるしな、こっちが悪いみたいな気持ちになるから。農耕民族書いたら。遊牧民族書いたら全然そんな気せえへん。そんな気にならへん。向こうも農耕民族から遊牧民族になったし。で、それで、まあ若干は、白民族のにまた近づいてきてるやろ生き方というか、まあ、動物と触れ合うっていうのやろな。だけど、まあ、触れ合うというか、その管理でしょこっちは、こっちの管理というか、その山全体の管理をしたやろうけど、狩りっていうことに関しては、命がけやったからね。それでその強さを伝えてるでしょうね。でまあ、さらにとして、その、やばいね。だから、その、財産運命の話じゃなくて、実際に食うてるってことが明るみに出たら大事にしようから。犬猫はね、これ大好きなんだろうね。それともう一個はね、まあ、うちとはこのままでは付き合えないと思ったんじゃ、それはなんかもう野人みたいと思ったんじゃ、彼から見たらね。別に野人でも何でもないでしょ見たら近い、うちの生き方、考え方、喋り方、ね。すごいまともな真面目な人間どうかるでしょまあ、まともな人間ってのはどっちかっていうと。真面目かどうかっていうのは真面目な定義がよくわからんけど、うちはほんまに自分に真面目やし、相手にも真面目やで。相手の真面目さに、すごい真面目さですよ。あ、じゃあ、相手の真面目さに、すごい真面目ですよ。自分の真面目と相手の真面目をいい分付き合おうとするよ、うちは。そうじゃない、相手はバーンって潰すことあるけどね。なんでかって、うち族長やから、みんな全員の。ね、で、うん。族長としては、その部族に通うようなそのまま、バーンってやっちゃうの。それはそうだ。だから西浦もバーンってやられるかもしれんけど、だけどね、西浦の考えとしたら、うわ、あんな怖くよ、付き合うわ、潰そうってなったんちゃう。潰したら付き合えるかも。うん、弱い男はそういった考えんな、男なら。そういう考え方すると、おるかもしれん。
オタク系で、そういうふうに道を踏み外したやつだな。な？でもな、それうち散々やられてきたことある。散々やられてきて、それで今その仕返しをしてんねん。その仕返しを特に現在と、そのうちをエロエロにしたり、もう徹底的に切開したりまして、潰した後、うちを性奴隷にしたやつだ。に仕返ししてるんですけど。まだそんなやつおんねん。2週でバク。まあ、鉄できへんやんかい。まだやろうとしたの、それは。夢はもう一度言っちゃうから。これやばいよな。人知れずに西浦消えるで、多分。この情報つかみたかったんですよ。とりあえず。バク。すぐにつかんだ。この程度の確証で十分。あ、やっぱりな。アマーの印象、アマーの印象はそうだったから。アマーの印象だけが足りないんだよ、って言われて。実はもう証拠は上から見てて、全部出てるから、証拠は全部、もうプロだよ、あいつは。逮捕処刑だよって。まあ、人知れず気をつかない。だけど、アマーの印象が必要だろって。アマーがちょっとでもかわいそうと思ったら、この処刑は遂行できないもんなんだよって。意味ないし、遂行してもまた、復活、いつか復活したアマーにするよって同じことを繰り返した。本当に印象を得てくれって言われたから、ね、その十分印象を得た。だから、まだ、うちを潰そうとしている。その考え方は非常に間違ってる。で、そういう考え方の温床になってる西浦の体ってちょっと危険や。女にとって危険やね。ああいう考え方はね。そういう風にしか、他の男に勝てない男っていうのは、原因はそれは原因という家に、女の敵の家、人類の敵の家に生まれた。っていうのは関係あるやろね。男性から見て世間なんてそういうのは評価しないでしょうけど、女性から見たら、一般女性から見たら、そういう評価ですよ。ね？だからそういう評価だよね。そういう印象やから。ね？で、体も危険な人間だって印象だった。しかも、肉とか、ね、肉、犬とか、猫とか食うとるでしょ？それは絶対あかんこと。霊長類やから。霊長類食ったらあかんって言ってるでしょ？犬猫は霊長類のプレアデスの定義だ。知らんかったとか関係ないとか言われへんね。だってプレアデスもここ。無理やったってプレアデスから追放やったらポーンって捨てられる。生きたままポーンって捨てられる。そうやね。まあ、どう、何すんねんって体を持ったまま連れてかれるっていう、どこに宇宙空間でポーンって捨てられる。しゃあないじゃん。で、それとあと、その精神、自我の子、最低やけどな。気持ちわかる、あんな風になっちゃったね。そうなるでしょ。でもその、別の方にはなれなかったのか。別の方になってたら、処刑されるのってないし、本人は善良のつもりやねん。それが、くせ者っていうか、それが不正やねん。それが間違ってん。それが悪やねん。それが犯罪やねん。そういう、あんな生き方をしといて、あんな言動をしといて、ご本人は自分に対する評価、善良なつもり。わかるで、ね、一人の時に、うわーって布団かぶって、全部善良かぶって。で、他人に対しては、ああいう態度。そして、実際に、してることは、病気犯罪。ついに掴んだ。リーク。ということは、田島に一緒だと。消滅つかむ。タイム。真っ正面。潰す。で、あとは、まあ、